1> 1位は強いのよなら LL いくらやられたって一回トップになってしまったものっていうのはねもうずーっと君臨しててこれ老害誰かが言ってくれって言ってたから言っとく <laughs> <laughs> やっぱ1位の会社っていうのは老害がいても何とかなるの、うんだよ言った <laughs> <laughs> もしもったかさんが大王製紙に今いたらえっ王子製紙とかっぺなるほどなるほど, <laughs> るほどるそうかそうか 引き続き大王製紙特集です。まあ、あの第一部の方では、まあ、そのもったかさんとの、まあ、その創業家との。関わりっていうところを、ちょっと、まあ、伺っていたわけですけれども。まあ、大王製紙の歴史といいますか。どういう会社なのかっていうところを、ちょっと。損徳さん、教えていただけますか。はい、大王製紙っていうか、まず製紙業界の。歴史から話をすると、もったかさん、間違ってたら、突っ込んでね。あのー、そもそも。 さっき、その、戦争で、製紙会社が、こう、流星を、こう、極めるようになったっていうのは、なんでかっていうと、おい、元々の一番最初の、その、製紙会社ってえ、え年代で言ったらいかなり、もう1872、1872、1806年が王子製紙の創業、1805年が、えっと、神戸、ウォルシュ、ウォルシュ兄弟会社っていうのが、三菱製紙の前身になってるんだけれども、 もとその、少子会社っていう渋沢栄一が作った会社があって、はい、これが、えー、まあ、その、用紙、和紙はね、それこそこう手ですいて作ってた、あの、ことがあって洋紙を作る、今のその、王子、場所の王子にできた会社が王子製紙の元。まあ、その1年前になんか、有効者とかっていう会社があるらしいんだけど、で、最初はその、用紙の需要もないんだけど、 なんでそれが、その戦争で、第一次世界大戦とか、その日露戦争とか起こった時に、新聞を読まれるようになって、日本全国で、その情報が欲しいから、今みたいにそのね、やってたラジオとか、こんなネットなんか何もないから、新聞需要がすごくこう、急激に上がっていって、それで、あの、製紙会社が潤うようになったっていうのが始まり。まあえ歴史はすごくこう、深くて、それが、 今の王子聖まあ、それもまた分かれていったり、なんたりするんだけど、<ー>ここからだん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 、こう、ウゴンタケノコのように、いろんな、あの、聖子頭が出てきたっていうのが始まり。で、それが、その、戦後 GH Q の、GHQ の王子聖子がでかかったので、もともとみんな、その、フトに、えー、あの、戦争でカラフトを取ったから、森林があるじゃない。はい 要は広大なあそこには水はあんまりないんだけど、ええ、広大な森林があったからみんなカラフトにその製紙会社を作って、ええ、カラフト工業とか、ええ、あその今王子製紙その今のもととかが移住移住移設をして <laughs>、えー、そこから発展をするんだけど戦後その GHQ の王子製紙が9割ぐらいのシェアをみんな合併しちゃって持っていたからあの分割されて えー、従上聖子と本州聖子と王子聖子。王子聖子、苫小牧聖子っていう三つにこう分割をされて、うん、それが今の日本聖子とか従条とか産業国策とか、こういうふうに分かれている、えー、すごく歴史の古い、あの、業界なんですよ。うん、元々が。合ってる合ってる。はい。<laughs> よかった。<laughs> 一応経済記者なんです。<laughs> 一応ではないです、はい。で、その中で大王製紙っていうのはどういうふうに、 ほ、うん,うんとね、まあ、一応私の祖父が製紙、えー、原料商をやっていてで地元、あのー、今の四国中央市っていうのは地元の愛媛県の川之江市と伊予三島市と土井町と新宮村っていう4つがその平成の大合併でできて四国中央市になったんだけどもその、えー、ずっと江戸時代からその。 和紙の産地だった、えー、高知の伊野だとか岐阜美濃市なんかに比べたらマイナーなんだけれども、うん、まあまあ一応瀬戸内側で雨が降らないんで、えー、米があんまり取れない代わりの何かの産業っていうんであの泉川行っったたり小川はねあったんです、はい、あの雨はあんまり降らないんだけれども伏流水が多いエリアなんで,でそれを使って、まあ、山が近い山と海が迫ってるんで山でこう あの地下水がこう流れてきたときに海の水圧に負けて吹き出して小川だとか泉になってたとでまあ山も近いからコウ三ミツマっていう生子原料をすぐ取りに行ける<ー>私もね本当にあに子供の頃、えー、ちょっと市内から外れにある母の実家じいさんばあさんのところに週末は泊まりに行って小学生の足で海まで10分。 山まで本当に10分、えー、なんで沢に取りに行ったり逆に海にあの魚釣りに行ったりとかそんなエリアですよ。なんで、まあ、すぐ山行って原料取ってであのこの小川や泉でこうやって晒して <laughs> この手すきの紙を作ってたんだけども大正年間ぐらいから本当に小さい本当そうですよこの机の幅ぐらいのでゆっくりこのぐらいのスピードで走るような設備が機械式でその機械式和紙の製造が始まって。 でそういった連中を相手にあの私の祖父が、えー、精子原料証、えー、やってあのパルプをそんなちっちゃい精子会社はあのまとめて買ったりすることはできないから当時パルプを作っていた王子精子の代理店に大阪にある代理店に行って。 あの小分けでこれぐらいパルプ売ってくれって言ってトラック1台分買ってきたりだとかあと古紙ですね当時はパルプ使うなんていうのは本当にもうえいい紙高級な紙に使うんで古紙をやっぱり古紙って都会でしか出ないからまとまってはなんで広島や岡山や大阪に買い出しに行ってそこで向こうで集める業者から集めたのをまたまとめて買って大小はの斎藤さんのところももともとはそこなんでそうですうん。 昭和何年かな戦争が始まる前に取引先の丸菱製紙っていう西条市の方の会社だったらしいんだけれどもあのもうちょっと製紙やりたくないから買,ってくれ買,い買い手を探してくれって言われたらしいんでね。でこうキャッチボールでさや抜くつもりでじゃあ一旦買うわっつって側近で買って側近なら安いかって、うん、あの安くしてあのなるだろうっつってそしたらあの買い手見つける間に戦争始まっちゃってで戦争の間にその。 ささっき徳さん戦争で伸びたって言ったけど今度逆にもう総力戦になったらエネルギーを全部軍需産業に持っていかなきゃいけないのに静止、うん、ってちっちゃくてもやっぱり乾かすのに、うん、当時だったらまあ多分ねなんか灯、まあ、油なのか何油なのか使ってたのか知らないけれども、うん、火はたかなきゃいけないしとか言うしあと、まあ、あの電気も使うのはっていうんであの整理しようってことになって年間生産能力がこれ以上じゃないと廃業しろっていう統制令が出ちゃって。 せっかく買ったのこれ潰されたらいけないっつってねまるで俺の中の爆竹の中あれみたいな感じで <laughs> あのそこの規模に至るまでっていうんで14社かな合併だとか<ー>あるいは一緒にもう入ってこないかって引っ張り込んで、まあ、あの合併してでその時に名前をつけてのが大王製紙って名前それが昭和18年なんで大王製14社合同して大王製紙っていう会社を作ったのが 昭和18年かなでその後、まあ戦後今度はですね三泊景気今でいう IT 景気みたいなもんですよ。戦後まず一応平和になったらまずあの国土の再建ということで、はい、セメントが必要ねこれ白い一応白 <laughs> であと甘いものが欲しくなるで砂糖でもうもうつめをね何入れるかってもあるんだけど、まあ、そこにまあ製紙会社なんかは、まあ、紙要するにあとはやっぱり文化や文字に植えてるから。 戦後のまあ今知ってる言葉知ってる人も少ないと思うけど「カス取り紙」って言ってね、うん、まあ今で言うとコンビニのちょっと前までコンビニの隅の方に売ってたようなほらなんとかブブカだとかさ <laughs> もうどうでもいいような内容を書いてるあの娯楽雑誌みたいなの。で,そうでもね、まあ、そういうのから始まって、えー、次は何になったかっていうと国土の食料の増産なんで、えー、米麦とか増産すると今はねあのビニール袋入ってるけど。 昔はあのあ<ー>クラフト袋今のも小麦のこのこれってこういうの入ってるでしょあれの大きいやつセメント袋がもっと分厚いあ<ー>ああのクラフト袋大,大昭和製紙はそれで伸びたのかな、うん、クラフト系でねで次は今度はね新聞、うん、どんどん活家族化していくんで昭和30年代から、うんえー、そうするとそれまで例えばじいちゃんばあちゃん、えー、子供その子供もとか息子で子供とかって住んでたのが こう子どもたちがみんなその都会出て一個一個にそれで新聞取るようになるから新聞がものすごく伸びたんですよ部数が伸びた。でそうすると新聞に入れるチラシスーパーとかが出てきたからチラシの印刷用紙まあもちろんそれに伴って出版用紙だってバーッと伸びたしっていうんで大体どの国でも発展途上の時には GDP デフレターがね2位近くなるんですよ紙は紙。は要するに GDP の伸びがあの例えば5%だとしたらその倍。 GBT デフレーターってあの GDP の伸びに対しての,あの倍率なんで10%ぐらい伸びたりとか,だか昭和40年代までは製紙業っていうのはすごく伸びてだから上場している製紙会社でも、えー、私が会社入った頃昭和62年でもまだ20社近くあったからね、うん、今はもずっと減っていったけどうんよく言ってたもんだからその大王製紙 <laughs> 王子製紙が一位でしょ、うん、えうちは大王だから王子よりえれんだっつって名前だけやんと <laughs> 爺はねそのつもりでつけたんだけどもねら<ー>しいんだけどね後になって恥ずかしくってねうそついてる <laughs> あ,あれはみんなで投票十四社合同した時に投票で決めたんだとか言ってるけどだってね王子精子より大きくなるという意味で大王精子ってね多分ね今ねえー、っとどうだろう街でなんだっけあの ほら自分で作ったりするイギリス式のサファラバックヤードビルダーってあるじゃん年間数十台とかいうようなねあの昔のロータスなんかそうだったけどそれがトヨタを越えてやるとかいうようなもんなったんまあでも <laughs> ま,あ古代まあ明治の人で、うん、坂の上の雲だよやっぱりねまあそれでも3位になるわけだ、うん、でその今出てきた例えば大昭和の、はい、創業家って知ってるあ ゴッホの絵を<ー>ダビに伏してくれって言った人。わかります。まあ本当は良介曰くそ,そうじゃないって言ってるけど、うん、あまあ僕らの孫すごい仲いいので。まああ、そうなんですか。うん、いやだから、それくらい言う、まあ要はバブルの時はそれくらいだから潤っていたし、うん、儲かってたっていうことに、その大,大昭和政府の、それこそ家にロダンの考える人があったり。<laughs> ね、赤坂の光の神社の横に広大のお屋敷持ってたんまあ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 両鋭さん大昭和聖の2代目だけど両栄さんは、えー、と2代目で五鉱の絵2枚で200億か、うん、俺は博打で100億か。で, <laughs> で何が言いたかったかっていうと、はい、そのまあ大昭和にしろだから大王にしろ、うん、例えばその。 パルプをい今言ったでしょ結局原料のパルプを買ってこなくちゃいけなくて、昔は国内林ばっかり、国内の木を、チップを使ってたわけですよ。まあ要は、技術的にその、洋木はあまり使えないっていう時代だったらしけど、それを大昭和や大王は、その技術革新をして、海外からでも、そのできるようにした。なんでかっていうと、うん、国内はその王子の息のかかった、その販売とかで、嫌がらせをして売ってくれないんです。えー、チップを、木材を。 それはそうだよね。上の方はだって、別にあそこに売らなくて自分たちで。で要は、1位、一位そのバイイングパワーって言われるけど、バイイングパワーができる。それに、売らなくてもいい。そういう、まあ、今だと多分、その、なんちゃら法とか、独禁法とか、いろんな、その法律で、そういうことは許されなくはなってきてるけれども、その、3位以下4位以下っていうのは、そういう、その、自分たちで上みもあるから、だから、ど、独自なことをやらなきゃいけない。そこは何クソといったのが、その斎藤家であり、その、行くわけであって、<ー>え、まあ、 静岡県の大島は、それから、えー、ね、愛媛の伊川っていうのがその海外のパルプのでもその生地が作れるようなその技術革新をしていく、それ合ってる？そういう感じ？うん、まああの使うのには技術革新っていうのはあの。 もう発想としてアメリカでその製材の後もう捨ててる木材チップを持ってこようって発想をまずあの両者がしたんですで当時ね海外からチップ持ってくるみたいな話なんだけどもわざわざそのための専用船を作ってでそれにまあ追随してじゃあうち持ってやったのが大王製紙だったって感じですね。うんだからその 住宅の着アメリカの住宅の着工件数とそのチップを比例してじゃあ住宅の着工件数が多ければ多いほど端材がいっぱい出るでしょ、はい、だから安くなるけど住宅の着工件数が少ないと逆にそれがはあの木材のあれが出,出てこないからあの原料が上がったってう,、うん、うそうそうそうまあねだから結局そういった中でそれは将来あのアメリカからそのアメリカから持ってきたのは針葉樹なんだけど針葉樹って使われなくなってくるんですよ、うん、日本では。どう なぜかっていうと針葉樹って繊維が長いもんだからさっきのクラフトパルプだとか、うん、あと昔は新聞用紙にも入れてたんだけれども新聞用紙はもうほぼ100%古紙でリサイクル使うようになったしクラフト紙ってもうほとんどなくなったんで印刷用紙印刷用紙ってのは表面のきめをきれいにするって印刷上がりをよくするために繊維の短い紙それって広葉樹なんですよ葉っぱの広い方<ー>ユーカリだとかアカシアだとかなんでアメリカ西海岸からもうみんな持ってこなくなったんだけれども。 えー、まあそこからさっきの、まあ、3位の会社が厳しいって話になってくるんで、うん、さっき孫徳さんが「バイングパワー」って言ったけどまさにねまず1位が強いのっていうのは、うん、バイングパワーも売る方もどちらもねやっぱりまずみんな話する時自分が考えてください。まず物買う時だって1位ののメーカーカ まあそのメーカーとしてトップかどうか分かんないけれども、うん、売れてるもの買ううよねねそうです、ねうん、売れてるには売れてる理由があるっていうのもあるんだけれども、うん、じゃあ例えばまあ製紙会社っていろんな情報を世界中で例えば食林をやりますだとか石炭いろいろソースを広げ,広げたいんで石炭のいい安くて質のいい石炭の生産者炭鉱を見つけて持ってこいとか言った時にじゃあ三菱商事だとか三井物産、まあ、三井物産ってもともと王子が三井グループだからそもそも大王製紙ほとんど付き合いしないんだけれども。 えー、そういうのなかったとしても、うん、トップクラスの商社はじゃあまず一番いい情報をどこ持っていくって言ったらトップの会社持っていくでしょ。うん、豊洲でね一番いいねあの、えー、マグロのろし石地だとか山行きとかきすっごくいいマグロ入った時にどこ持っていくまず。ソラキ清田だとか、うん、二郎だとかどうですか でそこがうい,い,いいねっつって残ったやつを持っていくわけだから結局一番おい,い美味しい情報は1位に行くしでそれがますます1位が競争力が強くなる理由だし、うん、売る方にしたってあの取引先から見たらやっぱりね供給の安定性その他含めてねまずやっぱりなんでわざわざあの強いところじゃあ例えばあの出版社だったら召集工が、うん、なんであの製紙会社の中で3位4位の会社と付き合うの 付き合うよ付き合う理由っていうのは1位2位の会社を牽制す,るするためだよねだから必ず安く売らずわけいけないわけよだから同じ紙売ったって王子製紙は110円で売ってます1キロこっちはあ105円とか100円で売りますってねだから今度セリングパワーで言っても1位は高く売ることができるでエリエールはあのトイレットペーパーあの必ず他のブランドよりも1割以上高く売れてるからね店頭価格見てもらったら分かるけど。 伝統価格が他のメーカーが398円の時には448円だし他のメーカーが448円だったら498円で売れてるからあのそれがやっぱりあの1位の会社が強いところで、まあ、2位はなんとかそれに追随するけど、うん、3位になったらやっぱり何か他の特徴がなければいけないだからそれは別に安売りでもいいのよ、えー、だから競争力さえあれば、うん、あの安売りしても他よりも利益が上がるんだったらそれでよしだし、うん、あるいはよそとは違うすごく特徴のある あの製品を出してるだとかえまあ1位と2位までは1位はまあどういうかなまあほっといても1位のところには情報が集まるしあの人材も集まるしね。 うん、のが優秀なやつがねわざわざ何かよっぽど物好きでこの会社の特性に個性が気に入ったっていうんじゃなかったら普通就職しようと思ったらまず1位の会社優秀な順番からいくよねさっきのマグロの話じゃないけれどもうんもうそのその辺の積み重ねはものすごい開いてくるのよねで2位はギリギリ、まあ、さっき言ったようにお客さん側から見ても1位に対する牽制だとかうんうん、うん まあさっきの商社が原料のとかそういったもの供給側の話で言っても1位に持っててこんなもんいらんって言われたものをまあじゃあって言っていかがですかって言って実はおじさんにはまだ言ってないんですけど嘘ついて持ってくるわけよ <laughs>。で <laughs> サイなんていうのはね本当にその後のねあのトリクルダウンした最後の一滴みたいなのしか来ないからねからよっぽど個性的なだから私の親父のね高尾みたいなねもう激しいやっぱり。 経営をしてで多角化を進めるだとかエリエールでもやっぱりマーケティングまあこれはね他の製紙会社だってらやっぱり B2B のビジネスやってたから B2C 鈍かったんでねうんあのそういったところだからあっという間に、まあ、コスト競争力もあったんであっという間にあの生産数量としては1位になったけれどもまあ赤字続いてたの黒字にしたの俺だけどさ <laughs> <laughs> これは言わなきゃな <laughs> <laughs> そう <laughs> なんで実は話違うん、今のエリエールでも思い出して家庭史のねエリエールは 圧倒的強いようにどうしておむつとか、うん、そこはユニチャームに勝てなかったのだってユニチャームが先に1位だったから <laughs>、うん、あ先に1位になったもんがしみたいな感じですかそ,それはそうです<ー>これはもうマーケティングの議論でやっぱり<ー>レッドブルーやっぱり強いでしょ、うん、まあそうですねで一生懸命あの俺はモンスターの方が好きなんだけれども<ー>モンスター一生懸命頑張ってるけどやっぱりレッドブルーじゃんでしかもレッドブルってあれ 缶の大きさが、あの、あるだけで、中身一種類で売ってるでしょ。う、はい、モンスター、ね、一生懸命何種類も出して、あれ結局それだけ生産コストかかるしさ、手間暇かかるけども、あ<ー>まあ、だから俺はあっちのが好きなんだけれどもレド、結局ね、1位は強いのよ。な、LL いくらやられたってあのお、あの、トイレットペーパーは、まああの、よっぽどチョンボしない限り、まあ、赤字か黒字か別にして、シェアトップは揺る,が揺るがないよ。1、1回トップになってしまったものっていうのはね、うん。だから、例えば、 飲料だってそうじゃない。お茶だったら多いお茶今緑茶いろいろ乱戦に、結局またいろいろあって乱戦になっちゃったけれども、コーヒーだったらボスだとかさ、<ー>うん、いくら朝日がワンタとか出したってパッとしないじゃないですか。かうん。まあ、それは王子だって、<う>日本だって出してるんですよ。はい、その家庭史、えーえー、別にクレシアとか、なんだっけな。あの、でも、そこは家庭史のところは1位。1> そのエリエールが断然圧倒的。まあ、別に大王製紙が作ってるって一般の人は多分知らない。エリエールっていう。の、まあ、そうですね。その商品名のっていうところですよね。うん、そう。なので、そういう意味においては。だから、それを持っていれば、まあ、残れることは残れる。もう少しね、じゃあ、あの、専門的に説明すると、はい、その小売りの場合で言うとね。うん、あの、じゃあ。あの。棚取りっていう問題があるんですよ。売り売り。売り場ってことあの、そう、あの、スーパーだとか。ドラッグストアのね。 売り場面積決まってるわけでね、はい、大きい小さい店によってあるけれどもそこで一回1位になっちゃえばドーンと例えばユニチャームならユニチャームモつの世界で言うともうユニチャームあのなんだっけムーニーとマミーポコが、うん、でしかもだからいろんなの出したりして女の子よ男の横のようになってね、まあ、一応ねその吸収体パッドの一番、はい、多いところを前にするか後ろにするかとか一応やってるけれども、うん、それって要するに場所取りするため要するにあのあの、えー、おしくらまんじゅうで他をはじき出すために。 そうなっちゃうと結局あるから手出すんで売れてるもので売れてるものを減らす動機ってまあそうです、ね、うんんから強いところ強いものが強いってそこなの新商品出したって「売れるの?」ってこう言われるからね「えー、いや一生懸命 C メン打ちます」とか言って、うん、やったところで「じゃあ」って言って「じゃあ今じゃあ売り場面積100のうち」 1>, あの1位のユニチュアムの商品を60%取ってて2位の花王を30%取ってて残りの10%をじゃあ渡してやるわってことにはなったとしてもよじゃあ5 0一回試しに渡してやるわなんてそんな場合はいないよねそれで売れなかったら自分の成績落ちるんだからそれがやっぱり1位はちなみになんかこう最近って例えばその家庭史とかだとプライベートブランドみたいなのがこう出てるじゃないですかそういうういいののっていうのはなんか。 あれはね難しい問題であ私はプライベートブランドはもうできるだけ受けないっていう形でやってたんだけれども<ー>やるにしてもじゃあ残りのナショナルブランドはほぼエリエール1本でやってくれるんだったらやりますみたいな方針でやったあの向こうの、ね、理屈はねいや当然プライベートブランドなんで安く売るし、はい、で当然仕入れも安くしようとするだだってプライベートブランドは広告宣伝費もかからないしうん、うん あれだしコスト安いですよいや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 トータルで言ったら一緒だってって生産設備一緒なんだから、うん、そこのうちのうちが、ね、同じ宣伝広告を使ってこれだけの生産全部をナショナルブランドだったら、ねね、これ全体にこうやって振り分けられるけどここをなぜあのあのプライベートブランドに取られたらな広告宣伝ここの上に全部乗ってくるんだから,、ね、だからそれはねまやかしでしょって言うとバイヤも分かってるから、うん、あのちょっと苦笑いするんだけれども。うん なるほど。えー、まあだからいわゆるプライベートブランドって基本どっかのメーカーに作ってもらってからね、OEM でそれ、ね、だったら自分で作れって話じゃないね。<laughs> <laughs> まあもちろんね、だからやってましたよ。よ例えばどこだろうな。まあとにかくあのもうガッチリ組んでるってい,いわゆるもう取り組み先って呼んでる先は <laughs> <ん>まああのまあ一応渋々な付定をしてその代わり NB のシェアは八割はうちに取らせて。それは売り場のね変化変化がないと顧客があの つまらなくてて逃げるるも知ってるんで<ー>だからまあ,あの少なくともネピアクレシアは入れずにだってネピアクレシアはそもそもあれでしょほぼ自じだからあとのここはもう中小企業が作ってるなんか色付きのティッシュだとか、うん、なんだとかってこういうんだったらいいですよみたいな形でやってたよね。NB いわゆる有力ブランドはもううちだけにしてくれてそれを OK って言ってくれる。あの 先には受けてたかなそこに持っていくまでが大変だけどいわゆるブランディングをしてブランドを作れるからそれができるわけでできなければね逆に力関係という意味だから今の棚取りで思い出した俺それこそ健上兄貴がやっぱりいわば文庫の棚を取るっていうのがもうすごい大変だったそれをでもだから今あそこまで伝頭者を作り上げてきたのは全くなかったからね 文、えー、春文庫、小学館っていうのが取ってた棚をこう入れてもらってこうね、<ー>やってきたとこれはすごいなぁ。おかげで読んでくれるんだね、おかげで解けるのね、そ <laughs> こ,こで。<laughs> この間、第、第、第6釣りまで来てたよ。<laughs> <ー>そうですかそ。そうなんですよ。 賢者に行きいつ読んでくれるんだとか言ってたので。あ,あ、そうなんですね。はい、この番組に、あ、じゃあ、近々来ていただきたい,と思います、ね。とぜひぜひ、ご声援ね。はい。はので,でも、その、まあ、本当に一位になったら、もう強いっていうところで。まあ、業界三位、まあ、それ以下ももちろんあるってことですけど。そのために、やっぱり、こう合併とか吸収とかしていくってことですか。それとは,私はですか基本そうです。あ<ー>、そうです。ね、そうです。まあ、あの、私の事件の時も、まあ、もともと。 まあ、親父はやっぱり思い入れがあるからあの、うん、一応現役の時代にはねあのどっかと合併ってあんまり考えてなかった吸収合併するならともかく吸収合併される側はなどうかなって感じだったんだけどもあ<ー>まあそれでも私と弟は、えー、やっぱり合併先は大子だよなっていうことは、うん、あの株式買ってもらうのは大子だよなって言ってたし、まあ、実際事件になって、まあ、じゃあ株どっかに買ってもらおうってなった時も親父に、まあ、実はずっと考えてたんだけどあの大王製紙の株持ってって,ってあの合併先としたら もう王子しかなないいんじゃないって言ったらあそうだなああっていうことでというのはもうだってまずはさっきも今でもほら日本と大王が大赤字の中で黒字の王子でしょ、うん、もう当時からでも、はい、まあ王子精子ってのは人材も多いしそういう中でじゃあ日本精子だともう社風がグダグダで<ー>もうどうしようもない会社なんでだから大赤字出してるけれども、うん、日本精子と合併してあの、えー、ハッピーになった、えー あの合併相手の会社ないんでそれこそ大小和製紙にしても山陽国策パルプにしてもその点王子製紙は合併した相手が自分の会社よりも小さかったりあるいは救済合併でも分け隔てせずにねだから<ー>今の会長の矢島さんそれこそ株買ってくれないかって言った時は企画担当の常務だった、はい、社長だった篠田社長王子製紙の篠田社長矢島、えー、常務企画担当と私と、あのー、こう何度かう話ん 打ち合わせもして、まあ、その前からあの年に1回お互いに会食でねあの情報交換はしてたんだけれども矢島さん今社長を経て会長になっているこの人急性合併救済合併された本州精神の出身だからね。だから過去にも合併されて要するにまあ篠田さんが亡くなったけども篠田さんがやっぱりあの優秀な人でその前の社長鈴木さんだったら駄目だったんだけど篠田さんはやっぱり。やっぱり ここまでおいでっていうね日本製紙を反面教師にして一位だの会社だけでも合併した会社を粗末に扱いませんよっていうあのあのこれをシグナルを出してたしうん、うん、でまあ大,大,大地製紙と合併すりゃ我々が幾わけが持ってる株だって大地製紙っていうのを立派な会社の株に変わるわけだから、うんね、それは我々だけじゃなくて一般株主にとってもボロ会社の日本製紙と の株式に変わるよりは1位のの会社のあのね株に変わった方がいいし社員にとっても今言ったようにおろそかに扱われないし業界2位の会社の社員になるでしかも差別はされないわけだから安定性だから取引先まあ取引先から言うとね共済いわゆるこう天品かけられてるいるからちょっとあれだけれどもまあ会社側から見て一番いいのは王事摂取じゃないとそうだなってい野でさんと23回打ち合わせして「もういいねで株式買ってあげますよ」って言われてたんだけども。 ただまあ、あの、まあ、敵対的合併にはなりたくないんで、うん、あのまあボード要するに大王製紙の、えっと、取締役会の反対がないようにお願いしますって言ったら、うん、結局その時に、えー、でそれで、まあ、大王製紙も俺辞めてるからで大王製紙との,その経営陣とのコネがあるんでそのさっき言った「裏切った三男坊親父の三番目の弟親父の」うん、に電話かけて「こういうことで」って言ったらその2日後に篠田さんから電話かかってきて。 井川さんっつってね昨日要するに俺がその年高に出ました翌日ね昨日年高、はい、さんと佐藤さんがもう淡くって血相変えてやってきて合併だけは絶対やめてくれそうそうせっかくさあのー、<ー>井川ファミリー追い出したと思ったらさ、まあね、王子選手と一緒になったら利権吸えないからね <laughs> あもう結局自分たちの保身なわけよ。<う>あの時王子選手と一緒になってれ今みでもまあ王子選手になったらね多分ねそう分かってる左紺だって。 あの、まあ、一応形としては、例えば会長あたりにね、あれされても、まあ、はい、任期4年で、はい、じゃあ、ーあの、おじせいそうだ普通に。普通におじせいし立派なとこはちゃんと別に何年もやる人いないから、ちゃんと4年ごとに変わっていってるし、うん、それをさこうはだから10年やって、<ー>あ、逆に取締役会、あの、総会でクビになるのを恐れて、自分でね、あの、去年、総会前に自分で辞退とかいう話になって、今年もコモも辞めたらしいけどね、辞めさせられたみたいだけど。には、ね、その苦い 経験があって、はいあ、2006年だったかな本、北越奇襲政治を敵対的買収しようとしたの。<laughs> で、あの時に野村がついて、で、結局、三菱商事が参戦してきて、で、いや、当時の日本はやっぱりその敵対的買収っていうことに対するすごい拒否感があって、うん、王子政治がすごく叩かれて、なので、要は、言葉で言うと友好的な、 買収じゃないとダメだっていう、その時のトラウマみたいなのがずっと残っていて、えー、もし、もしそれがっていうか、なかったら、王子、まあ、たらればはないけどね、うん、その王子になってたかもしれないし、はい、まあ、現に、結局、今、それこそ、今、だからさっき言った、本州製紙十条製紙なんたら、三業国策、パルプ、んちゃらかんちゃらって、全部上場会社だったね、はい、当時の。それが、まあ、要はちっちゃな会社買ってるんじゃなくて、合併してきて王子になっていて、えー、今だと三菱製紙ももう、 王子が33%持ってるし、えー、中越パルプも王子が20%持ってるし、結構もうグループ的にはこういうふうに分かれてきてるんでね。ちなみに関係ないけど、三菱製紙ってなんか三菱グループの中でもちょっと特殊な会社で、はいうん、まあ、いわゆる、そ,その、一説には岩崎家のお財布とかっていうふうにも言われてたらしいんだけど、<ー>このスリーダイヤの色が緑かなんかなんでね、あれ緑。 歴史がすごく長くて、ね、本当は三菱グループって、御三家が三菱中高と三菱商事と三菱銀行、はい、これが御三家って、こう、金曜会っていう三菱グループの集まりの中では、こう、別格なんだけど、<ー>その中でもなんかすごく、まあ、<ー>いい、言い方、俺と一緒で偉そうならしい<ー>その三菱製師って、なんかすごいプライドが高くて、<ー>俺たちはスリーダイヤでも赤じゃねえぞ、みたいな。ぐ<ー>の、なんか、まあ、歴史があるから、うん、そういう会社らしいんだけど、それも、もしかしたら王子が、 あの三菱商事の部分もオージが買うかもしれないみたいないやオージもグループにしたけどもうもういらないいらないって言ってるよいらないの？うん、もあれで中越パルクそうは言っても中越パルプだとかあの三菱製紙みたいにしょうもないところは一回あのグループに入れた後あとまあ別におろそかにしてないけどもどこでもいらん <laughs> どっか欲しいと買ったら買ってくれるみたいなししいそうかでその中でさっきも言ったけど、はい、その唯一唯一というかこう に残っっててるののののがそそ連合いう会社ただこれは他の所有者会社から見るとあそこは紙だからみたいなことを言うその段ボールね板紙っていうんだけど茶色い紙だからってちょっとこうでも結果的には段ボールが今いいよねそう結果だからねその印刷用紙はダメでグラフィックダメでそのいわゆるパッケージの方がいいわけだからあのいわゆるタマゾンとかね 楽天とかね,そうですね。メルカリとかもね、すごい。そうですね、なんか皆さんで、ね、まあ、ただ会長が長くてな。<ー>あの。かえー、住友商事から来た大坪さんっていう会長が、もうずーっと君臨してて、これ老害、はい。あ、そうなんですか誰かが言ってくれって言ったから、言っとく。<laughs> <laughs> まあ、まあ、あれね、だから、要するに、政治業界に入れちゃいけないの、あれは、だから、段ボール業界一位だから。やっぱ一位の会社っていうのは、別にそうやって、もあの、上に老害がいても、なんとか、な何のよ。 <laughs> <ー>まあ、やっぱり商社もね絡んでて、うん、それこそ北越の岸本さんも三菱商事だし、まあ、やっぱりねその卸とかが絡んでるから結構商社業界とも紙、まあま、業界は昔丸紅が強かったけどね伊藤もねそういうふうにやっぱり商社ってそういう意味ではいろんなところに入り込んでいてです,、ね、すごい何でもやってるっていう。うん 感じなんですよ、まあ、本当残ってるのは巴川井上さんのところだって、まあ、特殊だからまあ突板<日>が入ってるしねうん、うん、あれ逆なんだよ本当は突板は巴川の子会社だったのえそうなのそうだよえそれ知らなかった本来そうなのえー、で,でだから今でもねに1回突板の社長が挨拶来るらしいよちなみにさ北越の10%を持ってる美鈴海岸ってこれ代用 あ,そうそうそうあのだから年高の会社だだよねや要はこの間やバラバラって買ってたのをまとめたみたいああ要はその北越紀州が大王製紙の株を24.8%持っていたので、はい、まあそれを牽制するためにその井川さんそのお父さんのお父さんの会社大王んたら海運とかが少しずつ買い進めて今みす,みすず海運っていうのが10%持っていて俺たちも持ってるぞみたいな な,なんだかよくわかかんないことをやっててだからそういう経済合理性とはちょっと違うことをやってたらその一般株主にとっては、まあ、不幸な話だよねとは思うけどね、まあ、それがお互いにその持,ち合いな持ち合いっていうことじゃないんでこれは、はい、あの,この牽制する意味で持ってるんだろうけどもうちょっとだからその違うことに注力をすればいいのにな こう旗から僕は見てい,てていやみんなだって会社のこと考えてなくって,かかてないんだからうんそうそう,そうなんかねもったかさんがさ、はい、その社長会長の時はエリエールオープンにね、ええうん、毎年招待されていて、はい、別に本当に行きたいわけじゃないよもうほ、まあ、他の紙業界として付き合いあるところはもったかさんの友達でも招待されたけど俺なんかもうパッサリ来なくなったからね。 招待、ね、まあ、いいんだよ。なんか、なんか、こう、食事会で、いや皆さんね、あの、ご招待しますからっ、ね、て、別に絶対、絶対しねえよな、とか思ってたんだけど、本当次の日来なかったからね。えー、いや、いいんだよ。本当に、別に行きたかったわけで、もったわさんがいて、あの、あの、飲みに行きたかっただけなんで、いな、えー、かったら別に、俺も行くこともなかったけどさ。えー、そうだよね。だから、それこそ、顧問がいた時は、総理も来たもんね。うん、ねそうですか。うん あれはそうだでもこれからその、まあ、紙っていうのはペーパーレス化でこうやっぱりだん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 難しくなっていったりするわけじゃないですか、うん、で、まあ、今の状況っていうのはまあ大変だと思うんですけどもしもったかさんが大王製紙に今いたらこうどういうことをしますか、うん、え王子と合併 そそそそうかそうかかそもそもね、うん、最近なんかまた発表してたけど家庭脂肪大赤字みたいでさ売上だけ2層ぐらい行ってるみたいだけれども、うん、なんだっけ大赤字でなんかええ営業赤字だとかしてたな<ー>でしかもそれで何だっけな2020何年に、えー、っと営業利益5%に持っていくとか言ってさ「おお営業利益5%っていや最終損益絶対赤字じゃん」みたいなさ、うん、もうだからもうやりようがねえんだろうな。だかからそののの程度のなんかあの わかる人間が見たら、お前何、何ごまかしてんだよっていうようなことを言って、何とかするしかないし。まあ確かにね、その、まあ大昭和はね、ちょっとやりすぎたところもあって、あ,あれだったけど、はい、そういう、その、将来は見えるよね。んなんか、このままだと。うん。まあお、王子もいらねえって言うんじゃないのうんはいんだはトップブランドがあるか。うん、家庭師だけ欲しいんじゃないか。うん。うん そういうのはできないですもんね、家庭史だけっていうのは。いや、できるんじゃない。それ <laughs> できるけれども、まあ。だ、ね、まあ、だから、合併、だから、こっちとしては、だから、その社員のことを思ったら、だから、うん、いや、家庭史だけっていうわけがないんで、あの。と、あの、全部で。はい、どうぞ、よろしくお願います全。全部で合併させてくださいって、あとはトータルの中で、あの、まあ。不採算部門の整理は、あの、やりましょうよっていうことになるだな。<laughs> いや、でも、本当。 少なくなったもんね。森川だって会社入った時さっき言った山陽国策に本州に十条に、うんうん、まあ二十いくつあったって言ったけど、うん、変わったのがだん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 修練されて今ほぼ王子グループまあその代み四つぐらいまあそのさっきの萌川さんとかはちょっと特殊なところだけどそうじゃなかったらまあ次は 代用、まあ独立系って言ったらおかしいけど、うん、その代用がどうなるかなっていうのは、すごい、えー、興味はあるわな。で、えー、肌から見てると、やりようもなかなかないよね。今言ったそのペーパーレス化、はい、それとその、内需型の産業なので、うん、特に日本の製紙会社って、<ー>その海外、やっぱりね、これだけグローバルになって、<ー>中国が台頭してきて、えー、そこで、 その中国がコシをいっぱい買っていったからすごい急激にその古の値段が上がってしまったっていうのが打撃なんだけどじゃあその印刷がなくなってきた大日本印刷が突破印刷はどうしたかって言ったらその技術を活かして磁気カードとかクレジットカードとかいろんなその IC チップを作ったりしてもう別に彼らは印刷で食べてるわけじゃなくて他のところで食べてるわけでしょそういうようなその業用転換というかその生き方 みたいなものは、やっぱりその製紙会社、今のね、日本の製紙会社っていうのは、海外これから出ていくんだろうけど、そんな簡単じゃないよな、っていうふうに思うんだけど。でって、大王製紙家庭主事業の営業利益5% 4年後までに。<laughs> <laughs> 4年後までしかも4年後までにだって。4年後か、要するに自分がいない時だな、<laughs> な、若林。営業利益5%っつったら最終予算機絶対赤字じゃねえかよ。<laughs> うん、どんな、あなりにそうやもんな。 おしまいだね。<laughs> それはどうなるんだろう。難しいですね。まああれだね。毛沢タックとナキアとの四人組だよね。まあ今の社長、まあ詳しいことはまたね、うん、あのそうそう第二編でもちょっと、えー、告知しておきますけど、私、はいえー、今もう予告編は YouTube で出してますけれども、これから週二つか三つ予告編出ますが、YouTube とニコ生のチャンネルで、えー、まあ。 公開部分が40分か45分ぐらいで、えー、まあメンバーシップで30分ぐらいやります。そのメンバーシップでまたより詳しいことはお話したいと思いますけれども、まあ今の社長若林っていうのはあの営業ほぼ営業だけやってきて、まあ営業の中でも新聞用紙だとか、要するに製紙会社の中ら新聞用紙っていうのはまあ上品な部門なんだよね。長々発しがなくて、<laughs> まあ相手がプライド高いし、まああの。 まあ、いわゆるリテラシーが高いってことになってる、相手の方なんで。ね、地方へ行くと、まだ、あの、オーナー家も多いしね、新聞社はね。とか、あとは、まあ、あの、まあ、見た目、あのー、慶応も出てて、えー、まあ、バランスは取れるタイプなんで。総務部長だとか、財務部長とか、うん、うちの味の秘書もやってたかな。うん。だから、結局、綺麗な上積みのとこしか経験してきてない。だから、今みたいな修羅場対応のしようがないし。 あとメー,カー出身メーカーの社長なのにあの製造現場製造部門経験したことないから多分まあ一般の人には分からないと思うけど若林は多分 KP サイクル自分の言葉で説明できないんじゃないかな。KP サイクルっていうのはクラストパルプの略なんだけど KP。はい、クラストパルプって実はいろいろ薬品だとかエネルギーだとか。 くくるるる回っててサイクルができてるんできんすよでここで使った薬品が一度切るんで焼いてこう戻ってきてまた再生して使うだとかね<ー>その KP サイクル今お前図で書いてあの説明しろっつったら多分できないねそんな人間がねあの複雑なあの工場俺だって工場の現場に10年ぐらいいて隅から隅まで理解してその全ての えー、いろんな古それこそパルプ古今の KP サイクルで一回切るんです薬品を焼く部分だとかいろんなことあと排水処理だとか製造部門だって板紙から、えー、印刷用紙家庭したとか彼多分説明を聞くことしかできないと思うんで多分コストダウンは絶対できないね、うん、赤林にコストダウンはできない製造部門のわからないもん。であとまあこの辺りあともう少し詳しくは言うけども今工場 をやっ三島工場長をやったりとか生産部門担当してる連中っていうのは、えー、社内から俺はもうすっげえパワハラだって聞いてるから多分、あのー、若林の言うことなんか聞かないだろうと「<laughs> はいはい」って言って流して何にもってんで、ね、多分今経営がバラバラの状態だと思うね<ー>まあ作法もそれに近いから、あのーうん、だから結局何もできなかっただか生産部門がわからないから今のコストどうしたらいいかも理解できなかったんだと思うそのエネルギーどうしたらいいかっていうのも。 やっていいのか悪いのかって判断つかないのよ。見識がないから、うん、というお話。はい、詳しくはまたぜひ私のほうで、はい、はい、チャンネルをご覧いただきたいと思います。あ,あと8月13日あちやった14日からかな。うん、えっと向こう7ヶ月間えっ、ー、と毎月1回あの代々木の出版社のさいさんが持ってるさいが持っている、えー、ライブハウス、えー、ライブ ライブロッジだったかな、はい、2> えで、えー、2時間ほどのトークライブやりますので、えー、原則毎月13日で13日が祝日だと翌日とかにずらすってことが8月は14日からかな第0回が8月14日なんで14って書いてあったよ。うん、14だったかな告知も始めてますので、えー、私と生で。 えー、双方向ではい、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思いますということでご覧いただいた皆様どうもありがとうございました、えー、次回は8月19日土曜日の夜7時に公開ですどうぞお楽しみになさってくださいありがとうございました